軽く、激しく、新しく、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、We are Stardom。 女子プロレス Stardom、 新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく、激しく、美しく、そして新しいスターダム。世界に轟くスターダムのアイコン、まさにマーユー。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。名古屋タッグ王座戦2連戦となります。その一発目、ゴッデス・オブ・スターダム選手権試合です。実況は私村田春夫、そして解説は大江誠さん、成川栄一さんです。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ジュリア・シュリ、ドンナ・デルモンド、タッグチームはアルト・リベッド・カバリアン、略してアリカバでございます。今回2度目の防衛戦、そのジュリアがカバーに入ります。そしてヒットを追い込んでいく。さあ、成川さん、対するチャレンジャーチームの MK シスターズです、うん、そうですね、ついにタッグ選手権にね、挑戦にまたたどり着きましたね、はい、まあ、キット選手はね、ジュリア選手に散々マスク剥がされたりとかやられてるので外燃えてるんですけれども、はい、まあ、それだけじゃなくてね、岩谷選手とのコンビネーションをいかに発揮していくかっていうのも試合のポイントになりますね。あと大江さん、はい、やはりユニット対決となりますと、もう勢いに乗りまくっているドンナ・デルモンドに対して、やっぱりスターズはですね、大江戸隊にも狙われてるしと、ちょっとね、押され気味ですよね。そうですね、まあ、だからここでこそ力の見せ所、タッグチームの見せ所ですよね。スターダムを代表する岩谷真由とスターライトキット、今一度顔になるために、このタッグのベルトは是が非でも手にしたい。さあ、そのスターライトキット、トップコーナーです。まあ、成川さんが言ったようにね、散々ジュリアにはやられたんで、うん、個人的恨みもあるでしょうから、本当にね、この2人の攻防って激しいんですよ ね。あ、でもアリカバがさ、そこに岩谷も割ったって、これだおお、びっくりした、3人ごと投げるのかと思いました。それとも一番きついのがキットになりますですよね。しっかりと守備だけ。さあ、だがキットのピンチは続いています。ジュリア、これ何を狙うんだ。何か嫌な予感がしますが、エプロンのキット、そのまま公式、これフロントネックロックですかね。そうですね、フロントチョーク、最近よく見せますね、この状態 で、うん、ジュリア選手、前日のシンデレラトーナメントで額から流血してたから、頭突きなんかしない方が良かったんですけど、いいんでしょうか。そうでした、なんかちょっと気にしてますよね、しきりに額のあたりを。正直なところ、ジュリアにとってはすごい、体勢からよく返っていきましたね、いや、さすが天才ですね。そしてキチャマン、がっちり固める、翼先も立っている、すごいブリッジですね。あのブリッジの力だけでも、あのカバーにあのすごくバランスが取れてますからね。ジュリアきついですよね。さあ、一気に逆転に入るスターライトキット、これはテキサスクローバーホールド。成川さん、こういった力技も出すようになりましたね。そうですね、最近キット選手が一つフィニッシュホールドにしようとしている技、まあ、カットされてしまいましたけれども、まあ、彼女すごいね、ウェイトトレーニング励んでいて力強さ増してきましたから、こういう力がいる技とかも綺麗に決まるようになってきたんですよね。岩谷のコルワタ、さあ、場外に向けて何を発射しようというのか。これはなんだなんだ、どういうタイミングだ。キットのプランチャスイシーだ、岩谷のトペスイシーだ、
この2人ならでは NK ならではの連携ですよね。はい、また違う角度からこれね、大江さんタイミング合わせるのもね難易度高いですよね。タッグのね見せ所ではあるんですけども、そのバランスとかタイミングによって相手も翻弄されますから。そしてこの MK シスターズの流星、なんという落差、しかもポールに行かず岩谷が何かを狙っている。うわっ、えぐい、これはえぐい。いやまだ終わらない、この先も。さあキッタノームーンサルトプレス、これは決まったか。ゴー、手裏が間に合いました。さあでもこれ追い詰められましたね、アリカバ。うん、あ、そしてまたキッタ選手を狙ってますね。さあこのキッタの代名詞となるか、テキサスクローバーホールド。首里が達成に入ろうとしているところ、岩谷がカットだが岩谷抑えきれませんでした。こだわってますよねテキサスクローバー。もう話しませんね。まだ話しませんよ。やっぱりあのニックキジュリアからギブアップの一生じゃ、うん、そうですね、何が何でも、うん、任せたいんでしょうね。あ、ここまでかジュリア。ヒットのこのサブミッションにギブアップを喫してしまうのか。耐える耐える、絞るヒット、耐えるジュリア。目の前にサードロー届いた。なんとか逃げられたジュリアですが、これ大江さんかなり腰、はい、辛そうですね。そうですね、あのクローバーの状態で腰落とされるとかなりきついですからね。よくロープまでねじ行きましたね、最後まで行きましたよ。ただジュリアチャンピオン、反撃する力は残っているのか。さあこれはくねるか、トルネードスタースープレックスホールド。カットに入らなければタイトル移動は間違いないといったところですが、ここのね、タイガーってこのハウゴブリッジをね、あの立て直すんですよね、キッドはね、はい、だそうするとあの腕のクラッチもジュリアきつくなりますから、よく返しましたね。これでも成川さん、はい、MK シスターズ完全に押してますね。いやでもね、MK シスターズね、本当にね、すごい試合内容、まあ、結果はね、まあ、今日ここの場で勝つことで手に入れたいと思ってるんでしょうけど、試合内容がすこぶるいいんですよね、この2人、うん、もうその内容を支えてるのはこのキッド選手の気迫なんですよ。もうこのね気迫がね、今もスターダム1と言ってもいいじゃないですかね。なるほど、もう内容はねお墨付きだけに、あとは結果ですね。結果だけですね。もう本当結果を手にしたらこの2人のタッグはもしかしたらアリカバ以上にね、あのプロレス界ナンバーワンと誇れるようなタッグチームになる、そんな予感すら感じさせますよね。さあ4者ダウンとなりました。勝負の行方がまた分からなくなったゴッデスオブスターダム選手権試合、死力を尽くしています。まあ、キッドがあれだけ今ペースを握ったところで、やっぱりあの修理のキックっていうのはここまでねリセットさせちゃう威力を持ってるんですよね。当たりどころによってはね、大江さん、はい、一発 KO ですね。いやもちろんそうですよね。さあキッドが立ち上がる、ジュリアも立ち上がる、かわしたかわした、今もう裏投げのような、もうバックドロップのような、バックドロップなんでしょうけど、裏投げみたいにも見えるようなめちゃくちゃな入り方しましたね。ああそしてのサッカー様、さあそしてこの得意の合体技、ダブルアームのフェイスバスターですね。はい、相方のこのえげつない連携続くときっと危険ですよね。シャイニング喧嘩キック、顔面を捉えてジュリア逆転なるか、今度は岩谷がカット。この阿部さん、タッグマッチの難しいところですよね。難しいところですね。完全に相手チームを分断しなければなかなか勝利につながらない、これがタッグマッチの難しいところ。お、あ、さっき見せに終わったあの技をもう一回やるつもりですね。これがジュリアにもリスクがあるという、ジュリアも後頭部を痛打、ダブルアームですけど、本当にこれシュリーのなだれ式バックドロップを食らってる状態ですからね、はい、ジュリアとしては。あ、MK シスターズが
気持ちをつなぎ止めようとしましたが、それを断ったアリカバ。キッドが暴れる、キッドが暴れる。おお、ハッピー着地。いや、アリカさん、やっぱキッドすごいですね。気迫がね、もう溢れ出てますね、はい、素晴らしい。このドンナ・デルモンドからアリカバから何としてでもベルトを取るんだというスターライトキッドの企画だが、2対1の状況ではどうにもならないのか。キッドの体から力が抜けている。危ない。ここまでか、スターライトキッド。岩谷の執念のすごいカットの入り方ですね。アリカバがね、一番の自信を持っている連携のね、オロチを決めたんですけれども、はい、カットが目に合いましたね。上げて、ファルコンアロー、がっちり抑えるが、まだキッドは返す。返したジュリアの表情にまさかというそんな表情が見えましたが、これまた後部もう一発やられたら厳しいですね。シュリのバズソーキック、完全に脱力したキッドにノーザンライトボム。まさにデンジャラス。いや、何気ない連携ですけども、後部集中ですね。これじゃ返せませんね。大江さんのおっしゃる通り、やっぱシュリの蹴り、はい、あれがね、肝でしたね。ですね。成川さん、いかがでしたか。はい、まあ、もちろん MK シスターズ連携素晴らしかったんですけど、ただ有川は勝利につなげるための必勝パターンがもう出来上がってる印象を受けましたね。あのバズソーキックからのノーザンライトボブ、このコンビネーションはちょっと食らったら返せる人はまあいないんじゃないかなっていうふうに思いましたよね。 MK シスターズの合体技連携も見事だったけど、それがいわゆる勝利にしっかりと線となってつながるかどうか、はい、そうです。直結させるっていう面では有川が1枚上手だったかなっていう印象でしたね。このアリカバ、プロレス界のナンバーワンタッグチームになるという野望を持っています。その2歩目を踏み出しました。ゴテスオブスターダムのタイトル2度目の防衛に成功です。さあ、ここまでの強さを見せ捨てたアリカバに対して、うちどんなタッグチームがね、名乗り合いするのか。なかなかこの2人にかなうタッグチームはもう難しいですよね。こう挑戦する側も躊躇してしまいそうなんですけど、はい、でもガンガン行ってほしいですね。そうですね。このままドンナ・デルモンドを突っ走らせるわけにはいかないと、他のユニット黙ってはいないでしょう。女子プロレススターダム新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。ここまで来れたのも全て運だけだったってことを証明してやる。前姫ほいモンド。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。名古屋タッグオフ2連戦、続いては6人タッグのベルト、アーティストオブスターダム選手権試合です。さあ、成川さん、現在コズミックエンジェルズは V4 を達成中。そうですね、最多防衛記録、タイ記録を持っているんですよね。まあ、この試合に勝てば単独で最多防衛記録樹立ということで、めちゃめちゃ燃えてます。5度目の防衛となると単独首位と。そうですね、今のところタワシーズと岩谷、鹿島、タム組って並んでたんですけれども、はい、はい、これが単独になるわけですね。そしてその大事な試合に大江さん、はい、相手はドンナ・デルモンドですよ。そうですね、まあでも両チーム、ただドンナ・デルモンド、これいいバランスの3人ですよね、はい、でかい、そして組系スピードと、これはなかなか期待持てるんじゃないですかね。確かに資格はなさそうですね。そうですよね、3本の矢という感じですよね。マイカとね、
姫香は成川さん、タッグチャンピオンチームでもありましたからね。そうですね、あとまあ、ダッシュはできなかったんですけど、姫香選手もナイスポイ選手も、まあ、プライベートの中でタッグを組んでゴッテスに挑戦したりとかもしてましたよね。でこの3人、このトリオの名前を舞姫ポイとなってたそうです。そうですね、本人たちはこう名乗っています、はい。まあ可愛い感じなんですけど、まあ、強いのかって言われるとちょっと、強そうなタッグチーム名とはなんかちょっと言いづらい感じなんですが、舞姫だとシュッとした感じがありますが、大江さん、はい、ポイが入ると可愛らしい。そうなんですよ、ただ舞姫がポイされちゃうんで、舞姫ポイみたいな感じに聞こえて、どうなんですかね。まあでもそういう中でもリーグの中での戦いは厳しいとはまたね、こういう中でもね、やっぱナッツポイはね、可愛さを前面に出してくる、さすがリング上の妖精ですよ、はい。でも最速の妖精ですからね。最速の妖精ですからね。本当に、まあ、バランス取れた3人ですよね。面白い3人。これちょっとどうなんでしょうね。試合展開を見守りたいですね。チャンピオンチームは今うなぎサイファが捕まっています。まあうなぎ選手も今はノリに乗ってる。まあ、頭角を表しつつあるという存在なので、まあ、どんなデルボンドにしても成川さん、ここで出る杭はガッと打っておこうというところあるんでしょうかね。このうなぎ選手っていうのは本当にね、不思議な魅力を持ってる選手で、なんかいつの間にか勝ってたりだとか、いつの間にか耐えてたりとか、ベスト4になんかトーナメント残ってたりだとか、こうなんか、まあ、あとね、こうやられてる時の表情がすごく引きつけるものがあったり、何か人の目を引きつける力を持ってる選手なんですよね。そうですね、まあ、歌舞伎元とね、自ら名乗ってですね、はい、このリング上で己の生きたいように生きる、それを信条としています、うなぎさやか。さあ反撃できるか、ボディスラムだが次なる手が打てません。あ、行く行く、レッグドロップ、ここまでか。これは上さん戻った方がいいですよね。そうですね、ただそのうなぎもね、そう一つ一つの技はすごくいいんですけど、この繋がらないところがたまにあるんですよね。もったいないところなんですよね。そこが例えば七番勝負の中でも全敗しましたけども、いろんな選手からこう知った激励の中でやっぱそういうメッセージ受け取ってると思うんですよね。だから少しその攻めの部分改善していくと流れていくんじゃないですかね。それはね、さっきのね、ゴッテス戦でも成川さんが指摘していた、やっぱアリカバの強さは一つ一つの攻撃が本当に勝ちに向かっていると。そういう合体攻撃ってのはね、ただ合体すればいいってもんじゃないんですね、うん、そうですね。でもこの小泉のコンビネーションは非常に華やか、コズミックエンジェルズを象徴するかのような連携でした。さあ今度は白川美奈対ジャンボプリンセス姫香、ご覧の体格差です。白川選手はうなぎ選手と組んで、舞姫がゴッテス出ると思ってた時に挑戦したことがあるんですが、はい、もうチャレンジマッチかのようなもう大惨敗を喫したんですよ。あ、そうなんですね。だからまあこういうタイトルをかけたところで白川選手ね、やっぱ姫香選手と向き合うと、まあ、より向きになりますよね。リベンジというか、それを上から叩き潰す姫香です。おお、抱え上げるが、これを暴れてラリアットもよく見ている。ランニングネックブリーカードロップ、こういう技を食らうと大江さん、はい、身長の高い姫香は後頭部落差があって相当きますよね。もちろんそうですね、まあ、そういうところを、まあ、狙ってジェラークを打ったのではないでしょうけども、まあ、いろんな技の積み重ねでやっぱり大きい選手を攻略するだけの術っていうものはいくらでもありますからね、はい、そこを白川がうまく見つけていくと、これは悔しい思いをねリベンジするチャンスにもなりますからね。サステリング上、中野タムとナッツコイです。これは成川さん、はい、白いベルトをかけて2人は戦いますよ ね、 そうですね。4月に戦って、もう前哨戦からものすごい盛り上げて、当日の試合もね、女の感情がぶつかり合う、はい、ものすごいいい試合になりましたから、まあ、この2人の攻防っていうのはこのアーティスト戦の一つのポイントでもありますよね。この鎌固めもナッツコイならでは、普通は顎をフックするんですが、これいわゆるリバースネルソンのような形で寄り添ってましたね、カム選手は。そして姫香とナッツポイの合体攻撃、カウント2。ナッツポイいい表情してますね、いいですよね。
まあリング上の最速の妖精。しかし一度スピードが乗ったらもう誰もその表情を捉えることはできません。現在ハイスピードチャンピオン、ドロップキック。しかしタムも負けていない。中野タムもやられてもやられても立ち上がり、そしてダメージを負えば負うほど強くなる、そんなたくましさを持っています。しっかりしっかりしっかり行くな行くな。素晴らしい。これはちょっとすごいな。さすがにナイ姫がカットに入りました。中野タムの素晴らしいジャーマンスープレックスホールド。さあダブルダウンの状態、果たして試合の結果どちらが勝利つかめるのか。女子プロレススターダム新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。スターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。コズエン対 DDM のアーティストオブスターダム戦、ネットを飾っています。お互いに攻め、そしてお互いに守り、勝利の女神がどっちに微笑むのか、今は悩んでいるでしょう。先に手を出していったのは夏ボーイ。可愛らしいだけではない、こういった怖さも持ち合わせている、これがプロレスラーです。最後のエルボの一撃、力強かったですね。夏ボーイ選手、タム選手と戦うようになってから感情がより一層激しく出るようになった感じがするんですよね。馬尾さん、はい、戦いにおいてはやっぱりライバルの存在というのは大きいですね。いや大きいですね。我々も切磋琢磨の時代はいろんな時代があった中での、この2人の、もうこの重ねてきた歴史ですよね。そういう中でのことでいうと、この2人はやっぱりこれからも切磋琢磨してね、2人で上に上がっていくべきだと思うんですけど、ただやっぱりね、三勝はこってことじゃないですけど、はい、ちっちゃい選手というのは感情を全面的にむき出しの選手多いんですよね。夏子はそういうところで技の速さプラス感情うまく相乗効果になってきましたよね。最近は夏ぽいがトップコーナーからとどめを刺そうとしたら、中野さんがゾンビのごとく蘇りました。場外に転落したのは夏ぽいの方、そして雄たけびを上げる中野さん。コズミックエンジェルズをエプロンに集結させる。さあこれは一気に大気圏突破か。これがコズエンの宇宙開発、宇宙旅行。このコンビネーションの良さ、なんか気持ちを一つにしてる感が出てますよね。そうですね、やっぱね、コズエンというとタム選手はこうエースアタッカーというか試合を決める形になるんですけども、そこをね、白川選手とうなぎ選手がうまく盛り立てるというかね、そういう部分が見えるんですよね。そう、これは得意技、素晴らしい。シーだこれは。ハイブリッジタイガースープレックスホールド。これはおじさん、タイガースープレックスっていうのはね、もう様々な選手が使ってますけども、はいはい、中野タムはこのブリッジですよね。いやブリッジがすごいですね。もう何なんですかね。そしてトワイライトドリームを狙う。この独特なクラッチの形から一気にスープレックスに持っていく中野タム最大の必殺技、トワイライトドリーム際立つ。マイキメのサンドイッチラリアット、さらにエナっぽいのインサイドクレイバル、カウント2。さあマイキメっぽいが勝負をかけたバックラッシュ、それを切り返した中野タム。残り思わず息を飲んでしまいました。目離せないですよね。膝がつく。さ
さあこれで決まるか。いや罠だった、ナッツボーイの罠だった。おお、ニアロープでよかったですね今ね。ね、さすがハイスピードチャンピオンですよね。こういった本当オマーのところから来る丸めかけっていうのは本当彼女は素晴らしいです。ナッツボーイが走る、それをカウンターのハイキック。これチャンピオンチームもかなり厳しいと思いますが、力を振り絞って中野太郎が立ち上がる、エルボーを叩き込む、ブレンバスターを狙うが、これを踏ん張るナッツボーイ。いやー、成川さん、やっぱこの2人熱いですね。熱いですね。もう本当向き合ったらね、もう殴り合ったりとか体をぶつけ合わずにいられない、本当宿命のライバルですよね。おお、スリーパーホールド。あー、嘘、30分経っちゃったんですね。はい、いつの間にか経過してたんですね。時間を忘れる両チームの戦い、なんと決着は30分時間切れ引き分けです。ということは成川さん、これチャンピオンチーム防衛。はい、防衛です。V5 なので新記録樹立ですね。いやー、青江さん、小泉が築き上げてきたものですね。そうですね、5度目、 V5、 これ大事な防衛記録になりましたよ。まあ、やっぱりね、他のユニットからね、成川さん、厳しい目で見られてはいましたが、はい、どうだという気持ちでしょうね。いやー、そうですよね。もうこれだけ記録を残したんだから、もう弱いだとか、あんたたちはベルトにふさわしくないなんて言えないですよね。はい、果たしてこのコズミックエンジェルス、アーティストのベルトと共に歩む宇宙旅行、どこまで続いていくのか、この3人のレスラーたちから目が離せません。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。